チーム三鷹茂原下横田、いよいよ大鳥琵琶湖の主の登場です。美しい機体を捉えています。取らないでって言ったじゃん。翼は 25.19 メートル、機体重量は 44.2 キロ。入念に今はアキレス腱を伸ばしているでしょうか。まあ、彼もあの初速を重視していると思いますね。はい、2012年ですか、前人未到の 501m38 を飛んで滑空機部門歴代最高記録を樹立しました。その大木さんは、鳥人間は農業だと語ります。大木さん曰く、お天道様相手にやってるんで、なんぼ頑張ってもダメな時はあると。天候ほど大自然を相手にするため、人間の力では及ばない面もあって、だからこそ人為的なミスは絶対にダメだということ。これも大記録に期待したいんですけれども、はい、必要なポイント、どんなところですか。やっぱりまずスタートの助走のスピードか角度、はい、出る時の角度か、はい、途中では風の読みですね、はい、どういうルートを取るか。大木さんは過去の出場を見ても、はい、スピードを出して水面ギリギリを飛ぶスタイルを貫いてますよね。正面と右は正面のちょっと濃いやつ。いや、今その飛び出す方向をチェックしていますね。結構左振ってます、はい、できるんだけど、まあ、歌作れんでしょうとか。画面左がパイロットの大木翔司さん、身長 168.9 センチ、体重 63キロ、年齢は53歳です。パイロットの挑戦は今回が23回目。去年は 482.23 メートル飛べました。本人は最高峰の期待に違いないと確信したそうです。ただね、右に比べて全然マシでしょっていう。右っちゃ絶対ダメだね。そうそう、だからね、これ事故るね、右行ったら。そう、大丈夫なんで、竹島の左側行くんだけど、あの襟まで向いちゃったら結構危ないかもしれないから、それはもう無理しないで。じゃあスタンバイかけます。メーターにも撮りましょう。メーター、はい、パイロット大木翔司が準備に入ります。いいよ、入ったらすぐ出るよ。はい、やります。さあ、再び気合を入れた、はい、スタンバイ。コックピットに入っていきました。鳥人間コンテスト2023、今大会のラストフライト、ゲートが開いた。さあ、ミスター鳥人間大木翔司、ダッシュをしていった、飛び出した、下っていく下っていく、速い速い、かなりのスピードが出ています。スピードを出して水面ギリギリを飛んでいく、これが大木スタイル。速いですね、速いですね。そして左方向に進路を取っていきました。まだ余裕はありそうだ。そしてこの水面効果を利用した水面ギリギリ、このスタイルが大きいスタイルです。優勝は実に15回、鳥人間を引っ張ってきた生ける伝説大木翔司が、またここもぐんぐんと距離を伸ばしていきます。湖面は近いが全くつく気配がありません。再び浮上、上下を繰り返して今着水しました。すごすぎる、ロングフライトが飛び出しました。大木翔司、圧巻のフライト、琵琶湖の主ここにあり。やっぱり出てから若干左に振って、追い風を利用して斜めの風を利用して速度を上げて、はい、ただいまのチーム三鷹茂原下横田大木翔司さんの記録は460m76 でした。記録は 460m76、 これは歴代5位の数字です。ありがとうございました。楽
ただ王者のフライトここにありという飛行は見せましたよね。そうですね、もういつもの飛びっぷりで、はい、安定もしてますし、はいはい、ルートも。さあでは大木さんのフライトをリプレイで振り返ります。はい、まずはテイクオフいかがですか。もう理想的なテイクオフですね。もう一気に突っ込まして速度を上げて、あっという間にこのくらい距離いってますね。あ、ここまであっという間でした。そしてさらにスピードに乗っていきます。まあ、このあたり低い高度を維持しながら、そうです、これが水面効果を利用してずっと伸びてるんですね。はい、これができるわけというのは、はい、どんな要因ですか。やっぱり操縦経験と操縦技術ですよね。はい、もうスレスレをすごい判断できる、はい、いやかなりギリギリスレスレを飛んでいました。はい、まあ、ここでようやく着水ということ、まあ、本当に大木さん以外でああいった飛び方をするのはあまり見ませんからね。なかなか難しい。やっぱりみんなもパイロットの方もみんな初めてこう琵琶湖の湖の上を飛ぶパイロットが多いので、はい、なかなか難しい。はい、まあ、でも負けず嫌いの大木さんですから、はい、このまま終わるわけはないと、はいはい、いうことです。まあ、どっか変えるところを見つけてやるしかないですね。はい、今飛び終わりましたチーム三鷹茂原下横田、大木昌司さんの飛行記録は歴代5位 460m76 でした。